あ、日野くん、ちょっと休んでたの。はっきり言うのね。お礼なら十分すぎるくらいもらってるわ。どういうこと？わかる気がするわ。私ね、自分のピアノに自信がないの。みんなそう言ってくれる。あなたも瀬川さんも篠崎さんも沖原先輩も大坂さんも雪村さんも。だけど自信がないの。私は井の中の蛙にすらなれなかったから。木原先輩も大坂さんもピアノを弾いてほしいっていう。二人の大事な発表の場なのに、私なんかでいいのかなって急に不安になっちゃった。してることは分かってる。だからこそ私は謝るの？
飛ぶって何で？この前魚を取った時からそれほど経ってないもの。海開きもまだなんだから当たり前でしょ。冷たい。でも気持ちいい。海キラキラしてる。綺麗。ん？何？もう少し沖まで歩けそう。行ってみましょう。そうしたらまたびしょ濡れになっちゃうわね。また助けてくれる？私も制服がずぶ濡れになったまま帰るのは嫌よ。ここはコインランドリーだってなさそうだし。でもちょっとだけなら濡れてもいいなって思うわ。うん、なんでもない。あなた、もしかして足短い？ごめんなさい、冗談よ。あなたは十分スタイルいいと思うわ。内面もかっこいいし。そんなに驚くこと？そうなの？嬉しい。私が初めてあなたの魅力を伝えることができたんだ。お日様が沈んでいく。キラキラ星？でも音程ずれてる。とても楽しそうな響きだったわ。私にもあなたみたいなキラキラ星が奏でられるかしら。
自分でも不思議なくらい。私、弾いてみる。沖原先輩と大坂さん、二人の大事な発表の場だから。ありがとう。あのね、日野くん、私、あなたのこと、出たのね。腰、冷えてきたわね。ちょっとだけ、でも寒いもの。